何でも聞いてください。まあ衣装をやらせていただいてる夏子です。まあ今年10年目ですね。ちゃんとは数えてないけど3000着以上作らせていただいてます。今までにいろんな方の恥ずかしい。もうちっちゃい頃から結構あって、小学校ぐらいの時からずっと服作りたいっていう衝動はあって、だけど思ってたよりもやっぱ難しくて、でもずっとやりたいなって思ってたのが23の時、社会人に一回なってからなんか専門学校にちょっと行ける機会があって、で学んでる途中から自分もあのダンスやってたから、周りの子たちにじゃあこれ作ってよみたいな言われてるのが今も続いてるっていう感じですね。あ、行きますね。やっぱどういう風に動いて、どういう風な感情が入る時もある。だからその何を表現したいかっていうのが乗っかってくると、あ、じゃあこういう、ここにこういうデザインがあった方がいいんじゃないかとか、こういう作りになってた方がいいなっていうのは私なりの考えは一応あります。やっぱ最初は分かんなかったことも、今だったらちょっとずつ、あの時こうだったから、じゃあこの時もここでもこういう風にこれを使った方がいいだろうなっていうのもあったり、今でも発見することはいっぱいあります。インスタとかピンタレスト、ピンタレストが多いな。いろんなの出てきて面白いから、うん、ピンタレストはよく衣装のこのイメージ共有で使ったりもするし、そこから拾ってくることが多い。相手に伝える時とかも、相手が伝えてくれる時とかも、やっぱそこから拾ってくることが。それが私はあまりいなくて、この人が好きっていう特定になっちゃう、この人だけになっちゃうから、うん、あんまり好きくなくて、でこの人もいいけどこの人もいいし、だからでもこの人この人っていうあれもない。いろいろこう見てて、あ、これ好きね、これ好き、これ好きって見てるだけで、でも全部ね、参考にはなるし、自分の刺激になるものはいろいろ見て、見たい時に見るだけ。だから、そう、いろいろ情報をこう入れなきゃ入れなきゃって思ってるわけじゃなくて、見た時になんかピンときたら入ってくるし、そういう感じ、こういう感じです。うん、いっぱいある。いっぱい。まずは、まずは数が多い。何十着ってなるときに、なんか友達に、じゃあパンツだけお願いって言ってパターン引いて、材料を全部ひっくるめて渡してた時もあったけど、基本自分一人で作る。自分のペースでやってきてるから、やっぱ数をこなすってなると大変なのはあるけど、もっと大変だったのが、舞台の衣装をやった時。やっぱ一日何公演、2、3公演やるのが何日間も続くっていうので、公演と公演の間で極力元の状態に戻さなきゃいけない。本当は別に私はそこのなんだ、メンテナンスに毎日入らなくてもいいんだけど、でも自分の衣装が心配だから入って1回やっちゃうと毎回そのスタンスで行かなきゃいけないから、でも短い期間で20着なんぐらい作らなきゃいけなくて、手の込んだものを、大変でしたね。いかに頭の中を共有し合えるかが一番大事だと思ってます。衣装を作る上で相手の頭の中のものを共有して、より良いものが一緒に作れる衣装でありたいなって、それが一番大事だな。まあ
効果の衣装デザインしてくれる子がいて、それを作ってほしいっていうふうにお話しいただいて、ほっと思って、いつもはその好みの頭の中を作ってたから、それ違う人のデザインを作るってどういうのが来るんだろうって思って、で聞いたら男の子で若くって、でどんな子かも知らないでデザインがいただいて、確かまあ見たらすごくってやっぱ洋服を自分で作る工程とか分かっちゃうと、これめんどくさいデザインだなとかこれどうやって作んだよみたいなところもいっぱいあったけど、でもそれがまた新鮮で、であとちゃんとこうやったらこうなっちゃうけどっていうディスカッションもさせてもらって、なんか楽しかったですね。まずそのカラクくんが初めましてだったから、カラクくんがどういうことを考えてどういうふうに思ってこのデザインをしたのかを知ろうっていうのから入って、そしたらまあカラクくんもちゃんと言ってくれる人だったから、あ、この人の衣装デザイン理解してちゃんと作れるなと思って、できたからよかったなって思ったのと、その好みが今もマックスくんとも出会えたけどねそう、カラクくんもそうだし、なんか今までのダンス作品の衣装を作るっていう、その発表会だったりそのステージのために作る衣装ではなくて、なんかみんなが好きなことをこうやってる中の一部に入れたんだなっていうのがすごい嬉しくて幸せでしたね。あります。やっぱりこの前あの展示会がその衣装発信で、まあ、展示会でしかもサスティナブルっていうテーマだったけど、それをもっとあのなんだろう、ダンサー6人だったけど、なんかもっと一緒に作品作れる人がいたら嬉しいなーってなんか発表会がそのまあ普通にダンス発表会でもいいんだけど、それになんかごく一部でも衣装とコラボレーション、衣装をめっちゃ作り込んでやる、それに合わせたダンスだったりパフォーマンスだったりなんかビジュアルわかんないけど、そういうのをもっとなんか表現していける場所っていうか、そういう表現の仕方ができる時はないかなっていうのはずっと考えてますね。ただの発表会じゃなくて、なんか昔みたいにこれが私の夢、こうなりたいですっていうのはすごくなんだろう、なくなっちゃって、今がすごく幸せだなってなったから、じゃあこれをどういうふうに続けてって、どういうふうにもっとこう膨らみが豊かになっていくかなって考えながら、でも自分が好きなように楽しくやっていく、で周りも一緒にそういう気持ちでいれればいいなって、それが夢ですね。そうな、そう、そうでありたいめっちゃうなずく二人をずらそう、一緒にこうなってた